気候のチャンネルをご覧の皆様、どうも、ギリシャリです。この度ですね、12月25日にニューシングル、ギリシャリの黄昏日記を発表。ええなんや、ほんで、ヨーヨー韓国版 TV じゃないよ。ちゃうよ、ね、ヨーヨー来たらなんや、ギリシャリの黄昏日記。黄昏日記応援歌。なんやそれ。すいません、韓国版 TV じゃなかった、気候のチャンネル。あ、ダムチャンネルかと思ってしまいました。こんなん見なあかんの、ダムチャンネルの。お前銀シャリなんでダムチャンネルで見なあかんの。応援日記、キコーナの応援日記というブログをやってます。我々銀シャリのキコーナ応援日記というブログをやってます。ぜひね、あのチェックしてください。本当にぜひチェックしてください。じゃあ最後なんか一発ギャグでもやって締めていただきましょう。なんで一発ギャグせなあかんの。はいはーいはーいはい。ちょっと、また止めたら止められますよ。いや、止めろ、止めろ、止めろ、早く止めろ。ちょっと待って、ちょっと最後、通天閣、通天閣せなあかんね。言ったことない、ほんで通天閣言って。あれ、俺気に入ってないもん、橋本だけは気に入ってんの。いきます、通天閣。大阪を代表する大阪客、はい、いきます。通天閣倒してない。どうも、ありがとうございました。全然映ってないかった、今ね。気候の応援日記見てね。映ってなかったね。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、ということで、気候のチャンネル。こんばんは。本日は、こんばんは。めっちゃ言うけど。はい。久しぶりっすね。はい、久しぶりです。ゴリさん、だいぶ配信久しぶりちゃうんすか？そうですね、僕ちょっと諸事情があってなかなか出なかったんですけど、うん、まあちょっ と昔の話なんですけど、僕入院してましてね。あ、そうなんですか。え、知らなかったんですか。いや、知ってるけど。あ、知ってたんですか。知ってる、知ってる。はい、今僕は会社の病原体扱いで本社行けば近寄ってくるなと。病原体扱い、重役たちに近寄ってくるなと、はい、え、そうなの。はい、結構よ、もう寄ってくるな、病原菌みたいな。あ、はい、軽いいじめをあってる状態ですね。軽いいじめなんや、はい、それでも11月ぐらい10月ぐらい11月っす。11月、はい、マイコプラズマ肺炎っていう、ちょっと今はもう僕言ったら流行に飲んの好きじゃないですか、ミーハーなんで。せやね、はい、流行飲んの大好きなんで、ちょっと病原菌も流行に乗ってみようかなと思って。え、食いすぎって言われてますけど。そうっすね、やっぱし、ね、この辺神戸が近いんでもらってきちゃったかもしれないですね。まあ美味しいも多いからね。はい、はい、ちょっと欲張りすぎてね。はい、いろいろ違うやろ。いや、はい、本当にね、39度ぐらい熱あって、はいはい、でちょっとその日の前日普通にホール出て働いてた人少なく、なんか人少なくて、うん、ホール出てちょっと動いてて、しんどいわしんどいわと思って、でその日は終わって帰って、次の日も朝から仕事をしてて、しんどいなしんどいなと思って、うん、中抜けの間に、まあ、中休憩の間にちょっと近所の病院行ったら、ただの風邪ですねって言って風邪薬出されたんですけど、はい、夜になって39度8分まで熱上がりまして、はい、39度8分ですよ。お、異常やと思うじゃないですか。せやね。で救急で病院行ったら、いやもう入院してくださいって言われまして、そのまま緊急入院して、せやだ。ほんで馬がお前やる気あんのかって言われて LINE が来て、はい、ちょっと逆切れするって。逆切れせんでよ。はい、そういうことがあって。もう治ったんすよね、以上。あ、なりました、なりました。隔離された。はい、4日間て入院して、うん、両腕で点滴打たれ続けて、うん、両腕から、うわ、もう点滴何本打たれたかわからないんですけど、ただ一つ良かったことは看護師さんがめっちゃ可愛かったっていう。良かったね。はい、桐谷美玲にそっくりでした。良かったね。はい、はい、ちょっとそれだけが楽しかったですね。良かったね。でその間にですね、うん、まあ、私事なんですけども、はい、スラムダンクを動画で全部見てて、よかったね。はい、陵南戦で勝って、はいはい、安西先生の病院に表彰状を持って行って、みんなで胴上げするシーンで泣いちゃいましたね、僕は。なんでスラムダンクだ。ちょっとよくわからんけど、まあ、よかったですね、はい、よかったですね。はい、まあ、それが10月か11月の話で、はい、まあ、あとはちょっとね、神戸の配信とかはちょっと忙しくて来れなかったって聞いてたんで。そうなんですよ、ちょっとあの日もね、ちょっと体調も優れなくてですね、なんかちょっと去年はちょっと体調にあんま恵まれなかったんですかね。そうですね、もう問題児が多いんで、もうストレスが溜まってしょうがないですよね。ちょ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 、
ちょ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 って思って、はい、ちょっと黙ってくれ、ね、よかったね、かっこ今僕のトーキングタイムやからちょっと黙っといてくれへん、そこのそのナースの番号聞いたのって言われてます。いや聞け、僕チキンなんでね、はい、風の族はよく行きますけど、ね、実際の女の人には声かけれないっていうチキン野郎なんで。あそう、はい風の族はええねんけど。あ風の族はもうね、もう大好物ですね。もうボールは友達怖くないみたいな感じですね。おおあで、まあまあいいじゃん、真面目な話しますね、はい、そろそろそんな話しといて。あそろそろちょっと真面目、はい、どうぞ。ちょ聞いてます皆さん。聞いてる、聞いてるかな。あよかったね、棒無理しないでねって言われてます。 ありがとうございます。優しいですね。優しいね、ほんま、そんなね、リア充なゴリさん。はい、いやリア充やったら風の族には行かないですよ。あそっか、はい、もう最近ちょっと一人で行ってんのかな。はい、森先生だけですよ、リーの銃はね、本当に、はい、じゃあ教えてもらっていい、これですね、もうちょっと日付変わって1月12日あ、まだあなってみましたね、12日に、はい、変わりまして、昨日の話にはなっちゃうんですけど、まあ、今日ですね、リニューアルオープンっていう形で、はい、開店しました。 0.5 円パチンコを、今流行のやっぱし流行に乗っていく台としては、流行に乗っていくんや、はい、そこは 0.2 円パチンコを導入して、やっていこうということになりましてですね、はい、はい、でまあ寝台の方もですね、今ご遊戯中の戦国乙女4が3台、うんうん、ほんでちょっと先行販売で先行で映画を見に行ったガンツですね、うん、まあ僕ほとんど寝てて見てないんですけども失礼メーカーさんの横で重くそいびき書いて寝てて、はい、メーカーさんに終わって怒られるというパターンがあったんですけども、はい、まあ、それを3台と、はい、であとスロットコーダーにですね、はい、まあ、今流行りのモンスターハンター、新台のですね、はい、恐竜前線というやつですかね、はい、まあ、それが4台入ってます。あで、あと、まあ、ちょっと海物語のですね、インジャポンですね、インジャポンを、まあまあまあ、名機復活ね、はい、名機復活という形で3台入れてます。はい、はい、まあ、今日もおかげさまでかなり多くお客様ご来店いただきましてですね。あそうですか、よかったよかった、はい、まあ、明日もぜひこのままの勢いでご来店いただけたら嬉しく思うんですけども、ぜひぜひ、まあ、今日もちょっとコンパニオンさん来ていただいて写真撮ってウハウハしてたんですけどね、僕はい、まだちょっとツイッターに載せようかなと思う。最近ツイッターも更新してないんでね、僕。あちょっとね、はい、サボリーマンなんで。ネタがないのいや、ネタはですね、コンパニオン写真がいっぱいあるんであれなんですけど。そうですね、お姉ちゃん特集でいいんじゃない。そうですね、めちゃめちゃ載せたいですね、まあ、セクシーショットとかいっぱい撮ったんで。ちなみに生田川は弱虫ペダルは入ってないんですかって言われてます。あ弱虫ペダルスロットの方ですかね。そうそうそう、パチンコ、あ、スロットの方は入れてません。あの馬カットが入ったんで、はい、買いたいなって言ったら、はい、A マネージャーの馬蹴りが入りまして、生田川は入ってない。そうですね、まあ、ちょっと関東行っちゃってさらば友よみたいな感じなんですけどね。そうですね、今日さっき堤マネージャー、私本当マネージャーになってから初めて会ったんですけど。あ、そうですか。まあ、元気そうでよかったです。あ、はい、皆さん堤マネージャー、サイトでの堤マネージャー、今日猫生出るとか言ってたくせに、あれ言って、あいつ帰りました、あいつあいつ帰っちゃいましょう、ほんま、ちょ文句言っとこう。ね、まあ、また、はい、はい、休みの前の日とかの、ね、配信があったらちょっと参加しますっていうふうに言ってたんで。そうですね、またぜひ参加していただきたいなと思います。馬、はい、カットってやってますけどね。そうそう、馬カット、馬、はい、カット入りました。もうもはやちょっと別エリアになったんで、もう言いたい放題やですよやりたい放題で言いますけどね。関東で元気してはるんですか。いや、あ、元気なんちゃいます。ちょっと若干どうでもいいんで。連絡取ってないかいや取ってます、取ってます、取ってるでしょ、取ってます。なんか、いや、たまに電話したりするんですけど、はいはい、ちょっと聞きたいこととかあったりとかするんで、おうおう、でするときに、なんかもうね、あの人も子供なんで、なんとかじゃんとか言って、もう関東じゃんみたいな、関東じゃん、雑、はい、っていう形になりますんで、はいはい、はい、で、あ、もう一個告知忘れてたんで、あ、よいしょよいしょ、してね、しちゃいますよ、告知、はい、お願いします、はいはい、とですね、うん、明日もちょっとジャンバリさんがなんか取材に来られるということで。あ、そうなんですね、はい、まあ、ちょっと手、貸しを増やしたっていうところで、まあ、その辺のところですね、うん、雑誌をチェックですね、雑誌を、はい、見といてくださいね、見といてください、ね、はい、もうあまり細かいこと言うとちょっと僕めんどくさがりなんであまりいいんですけど。じゃあもう触れなくていいですか。あ、はい、とりあえずまあ明日も
とりあえず明日も来いよって感じですね。あ、来てほしい。はい、そうです、来てください。ちょっと上から目線で言うと怒られちゃうんで。ほんまや。まあまあぜひね、生田川、まあ、0.2 パチも始めましたんで、はい、まあ、あのいろんな遊び方というかね、遊戯の仕方も増えましたんで、はい、あ、ゴリ様、明けおめことよろうと来てました。ありがとうございます。明けましておめでとうございま す, そうです、ね、今年もよろしくお願いいたします。もうまあ2017年になって、もうどれぐらいかな、1週間は経ったね。1週間経ちます。早いですね。エベスさんいたんですよね確か。どうしたん。いや、ゴリやす、ゴリさん痩せたって。痩せてないですね、もう正月太りですね。正月太りね、あのね、本当に神戸地方ちょっと電波悪いんですよ。普通のね、有線でもね、ちょっと インターネット止まったりとかするお店なので、うん、なかなかあれですね。いや、あの速度めっちゃ出てるんですけどね、電波来てないっすね。8メガとか出てるのね。マジですか。うん、ゴリ良いお年。あ、もう良いお年をね、過ごそうと思ったんですけど、はい、橋本がね、はい、もうクズ野郎なんで、ちょっと迷惑かな。あ、ごめんごめんごめん。ちょっとレスラー、あれ、レスラーの紹介終わりました。レスラー紹介終わってないです、まだ。あ、まだ終わってないですか、ごめんなさい。ですね、この度ですね、見かけてによった、レスラーが生田川インターテに来ましたね。はい、はい、レスラーさん、自己紹介どうぞ。はい、本日から生田川にお世話になってます、レスラーこと小出勝利です。フルネームで言った、はい、そうそう、見かけで何回かね入れていただきましたけど、多分これでいけるんちゃうかな。小出くん、ゴリどうって言われてますけど、楽しい成長です。まあ今日からでしたらね。言うてもまだまだ数時間ぐらい。はい、まだ数時間ぐらいですね。ね、橋本さん、嫁話どうですか、最近どうって言ってますけど。いや、あの人ね、結構ね、はい、自分の情報はね出さないんでね、うん、もうあれ下心丸出しなんで、もう下心。まあ、2017年ねなりましたけども、まあ奥さんと喧嘩してないよね。はい、今のとこ大丈夫。そこ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 。いやいや、一昨日ぐらい喧嘩したら言ってたよ。早いよ。なんか発言か。いや、もうあの喧嘩にもなってないやつですね。喧嘩にもなってない。喧嘩にもなってないやつ。いや、喧嘩したら言うてたよ。嘘ついた。また嘘ついた。喧嘩するほど仲がいい。ありがとうございます。嫁に文句言ってんの。文句は陰で言ってます。陰で。まあ配信で晒されていくって感じですけど。ともくん、接客コンテストどうだった。お、ともくんで。ありがとうございます。あ、橋本さん、え、接客コンテスト出たの。頑張りました。どうやった、ました。どうやったんですか。あ、あの、イン見かけですね。上位の方結構いけたんですか。いや、余裕でしたね。あ、余裕でブービー賞ぐらいでしたけどね。ブービーか。下から数えた方が早い。まあ、あの、兵庫ブロックね、各、店舗さん集まって、接客のナンバーワンの店舗決めようっていうのをね、やってるんですけど。なんかあれですよ、僕ネットでも結構ディスられてるんですけど、妨害電波出してるとか、金ばら巻いてるとか。まあ、ただの悪口です。間違いないですけど。まああれですよね、まあ電波に感染するってことは、見てる皆さんも感染する可能性があるってことですか。リングみたいに言うやつ。ありがとうございます。はい、みんな明日からプラズマ肺炎、ありがとうございます。なんでやれ。まああれどうなんですかね、マイクプラズマって人に感染するんかな。しますよ、めちゃめちゃするって、はい、医者に言われました。そう、で僕なんか血中ウイルスがなんか70何パーセント出て、異常、重度ですみたいなこと言われまして、やば、で血液検査したらなんかめっちゃ赤いラインがぷわー入ってました。そら、でもまあ1週間ぐらいで治るんかな。はい、いや、もうだから1週間ぐらいずっと点滴両腕で打たれてます。で、もう体の汗がなんかもう抗菌剤みたいな匂いして、足の匂いなんか薬の匂いなんかわからんぐらいの薬の匂いしました。ああ、まあ貴重な経験ですね。はい、面白かったです。面白いんかい。はい、まあ、まあ、まあ、お店に穴を開けてしまって申し訳ございませんでした。そうですね、本当に。はい、そして看護師さんは可愛かったです。ね、ゴリラ限定ちゃうって言ってますけどね。さっきなんかでも、ナースさんはなんか連絡取りやすいみたいなの書いてましたけどね。マジですか。教えてもらえるんちゃうって。ちょっと。ほら、ナース仕事忙しいから結構ナンパできるらしいよ。いや、正直ね、私、元奥さんが看護師なんで、看護師もう勘弁ですね。もう勘弁。もう看護師もう勘弁ですね。看護師さんでも、どうなんやろうね。私の友達も看護師の人と卵の子いてるけど、
やっぱあれよね、こうお酒飲む人とか多いね、気強い人多いですよ。でも気弱かったらちょっとしんどいですもんね。そうですね、はい、まあお医者さんともやり合わなあかんしね、あれ大変やと思うわ。ナースさんはきつい人多いで、しかしそうなぞ贅沢言うな、まあ、贅沢は言わないですよ、モテないブラザーズ代表なんで。誰とモテないの、誰がモテないなと。そうっすね、誰やろう。ちょっとそれ突っ込まれるとちょっと何とも言えないですけど。いやでもね、もう森さんも彼女できて幸せそうやし、うらやまですね。ねえ、あんま本人ね、あのいじると怒るから、ね、そうそうほんま人のこといじるくせに、ね、本当に。そう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 、それどこ行っても言うてた。僕のゲス話しろって来てるんですけどね、ゲス話なんかありますかね。最近まあ2、3ヶ月分ちょっと溜まってたらね、いいけど。いやでもね、それがですね、僕最近本当行ってなくてですね。あ、そうなの。マッサージも行ってないの最近、はい、マッサージも行ってない、マッサージも行ってないですね。ただガールズバーには行ってます。行ってるやん。いや普通にガールズバーに行ってますね。え、一人で。一人で、はい。もう行きつけの店とかできたんですか。いやキャッチの女の子に捕まってフラ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 。じゃあ今度レスラー連れて一緒に行こうかなと思いますね。ああ、そっか、レスラーそういうお店大好きやから。思いますね、ちょっと、はい、エロ男ですが、やつは。いやいや嬉しそうな顔でしたからね。いや本当にいいですね、クソ変態野郎かな。いやいや、じゃあルイトモちゃうんですか。ルイトモ、いやいや、まだ僕の足元にも及ばないです。橋本さんも連れて行ってあげたらいいじゃないですか。いや連れて行ったらね、奥さんが怖いでしょ。そこはあのだってあのダブルレスラーでお願いします。ダブルレスラー。何言うてんの、あの次お前で。でしょでしょ。それはダメです。あ、これはダメ。あ、ごめんごめん。公共電波だね。それはプラズ、あ、マイコプラズマは飛沫感染ですけど、俺の義理の妹になって映るって言ってたよってね、贅沢言うな。女性は基本きついでって言われてますけど。そうですね。まあ人によるんじゃないですか。人による。はい、マイコプラズマ1ヶ月長いて辛かったってね。ナースは強くないとできない仕事です。そうですね、素晴らしい仕事ですよ。利き手骨折して入院するとナースにあれしてもらえるらしい。何あれって何、それはまあね、ご想像にお任せします。じゃあそうですね、まあうちのあれですかね、お店の南側にそれらしきもの立ってますけど、信頼切り替えで書いてますけど、ちょっとそれらしきもの立ってなかったね。それ立ってますね。立ってますね。立ってますね。はい、はい、ダバレ。ナースは自己管理できない人は嫌いやと思うよってやってますけどね。マジですか。ね、お世話してあげたい人ばっかりじゃないのかな。ちゃんと自分のことは自分でせよってことなんかな。そうなんですかね。足元ってね。ちょうど今日看護師の国家試験らしい。あ、マジか。頑張ってください。すごいね。国家試験難しいから。なんで富田さん出てくるの。はい、ランプ回ってる台って持ち越し台。違う違う、平和の台、これ横ランプ回るんですよね。そうなんです。あの戦国乙女から新教隊に変わってまして、教隊変わっちゃったんですよ、平和さん、はい、ただあれですね、あのルパンセブンとかと時の枠とほぼほぼ似てますけどね。ルパンの時も横なんか光ってましたよね、はい、ランプで。そうそう、なんかあの時の枠が、はい、あの評判良かったからって言ってそれに近いものに変えたらしいですね。平和前のやったっけ。そっかそっか、キャッツアイと一緒か。そうそうそう、1、2、3でずれてたんですね、確か。で、その前がこれで、その前がルピナスハート枠ってやつですね。あ、そうやそうや、横にハートがついてるやつ。そうそうそう、はい、先読みでハート光るやつありましたね、はい、そういえば。僕あの枠結構好きだったんですけどね、シンプリーグベストインで。なんてシンプリーズベスティングで。ベスティング、まあそんな感じですね。ゴリ様は今年初打ちはしたのでしょうか。まだしてないんです。あ、行ったわ。行ってるやん。何言ったんですか。ですね、ルパンセブン打って、はい、ミドルの、はい、あかんくてバジリスク行って、はい、天井スルーでしたね。はい、で、まあもうすねて帰りました。お疲れ様です。はい、まあもう2月近いんでね、やっぱ試験の方多いと思いますんでね、本当風邪だけは引かないように。今日寒すぎませんか。今日やばないですか。何ですか。いや今日外めっちゃ寒いっすよ。めっちゃ寒いっす。いやもう今日マジであの配信休もうかな思いましたもん。寒すぎて。マジですか。もうちょっともう、まあ、それもそれでありですけどね。そうっす、やばかった。初打ちは橋本さんと小出さんはもう行ったんですか。今年は僕はまだでございます。橋本さんまだ。僕もまだです。あ、2人ともまだなんですね。初打ち何打つか決めてるんですか。ガンツです。あ、ガンツ打つんや。小出さん信頼やもね。あれ面白そうですけどね。そうですね、まあガンツ好きな人は多いと思いますんでね、まあ、あの中身はちょっと私もチラッとしかまだ見てないんでね、なんとも言えないですけど、うん、まあ面白そうですけどね。
橋本さんはスロットですか？僕は凱旋の1200ぐらいハマりの台を座りたいですね。なかなかないよね。なかなかないと思うけど、もう決めております。あ、決めてるんや、はい、もうそれしか打たへんねん。それしか打たない。なんすか、僕の元奥さんについて聞きたいみたいですけどね。ゴリ教えてなーす。元奥さんはどこが聞くか。僕ね、高校卒業してとある飲食店で働いてたんですけども、はい、そこの飲食店の同僚の友達なんですよ。その同僚の子も看護学校行ってて、うん、でその子の友達とご飯食べに行ってみんなで、うんうん、合コンとかじゃないんですけど普通に飯食いに行こうって言って、それがきっかけですね。はい、お付き合い長かったんですか？3年半付き合って結婚して3年で離婚しましたね。え、店長離婚したんすか？黙れお前。お前次チラチラシ次お前やでマジで。次お前って意味が分からない。これはちょっと禁句なんで、ちょっと、はい、放送禁止用語なんで、あれ、ね、ちなみに SOD の寝台どうですか？あ、僕見に行きましたよ。どうした？あ、見に行ったというか、そのマイコプラズマ肺炎で熱が出てるときに営業マンがちょっと今から持って行っていいですかって言って、今ちょっと体調悪いんですけど、いやもう近くまでいるんでって言って無理やり持ってこられて、映ってんちゃう、大丈夫？あ、映してるかもしれないですね。はい、ね、電気マッサージ機ついてますけどね。そうなんですよね。ただね、豊丸産業さんで他にも、ドキドキガールスポットじゃなくて G スポット、あれ何だっけ、ガールスポットあったね。 G スポットって絞れたの間違いや。びっくりした今、ドキドキガールズスポットです。ガールズスポット G って書いてあった、ね、そうですね。なんかもう一個その前になんか横におっぱいついてる機械があったんですよ。そう、あ、同じやつじゃなくて、はい、マイマイアウトって言われてますね。いやいや聞き流してみな。そんな感じですね。結構ね、エロいですね。なんか PV は見たんですけどね、うん、7番の子は有名な子やけどっていう感じで言ってましたけど、そうですね、まあ、結構有名な女優さんいっぱい出てますね。まあ SOD のあれですか、はい、看板僕のお世話になってる方がいっぱいいましたね。お世話になってたんや。知らんけど。まあ、あれをやるんやったら重心範囲と SOD と、はい、水泳大会並べてやりたいですね。女性ものやりたいけどね。ゴリ様、躍動しかなゴリ様、さっきはなんかゴリ様って僕に様つけてくださってる方、ありがとうございます。前からね、言ってくれてるよね。はい、ありがとうございます。SOD、水着とか、がっかり。水着意味ないって言ってますね。躍動して、いつですか、僕。男の人は次40ちゃいます。40代。14、まだ8年後ですね。でも40の役はめちゃめちゃきついらしいんでね、ちょっと気をつけてもらった方がいいかなと思いますけど、女性は30代で2回あるんでね。あれ、これムック店長ですか？ムック、橋本くん結婚したら離婚できるんやで。これね、ムック店長の口癖じゃないですか。そう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 、これね、よう言うてる、はい、うん、SOD はモザイクなかったよ、うん、せやね。なんだ、もう最近みんな向山さんのマネすんの。いや、これもね、向山店長のモノマネじゃないですね、うん、向山店長のモノマネをしている森店長のモノマネです。ああ、そっちか、うん、せやね。もう全然共通点ないのに勝手にモノマネだけが先走ってるって。はい、本日真冬日でした。過去岩手6時前ごろ帰宅して県道に設置の温度計マイナス5度でした、うん、やばいっすね。サムスイングエルスですね。そもそもパチやスロで下着も落とせないのに SOD なんか意味ないって言ってますね。まあもう下着というか水着なんでしょうね。もう、うん、私もバジリスク昨日天井スルーしました。そうっすか。まいまいさん今日やばいって言ってたら週末の寒さ越せません。いやいや、夜っていうか深夜はやっぱねちょっと違うよ。普通の夕方と夜に比べたら凍えるよね。小出くん相変わらず大きくて安心しました。ありがとうございます。大きいよね。大きいよね。大きいやつばっかしですよ、調味料。本当に小出くん中華街いてそうやもんね。肉持ってそうやもんね。チャーハン作ってそうですね。3年目の浮気くらい多めに見ろみたいな。浮気が原因で離婚したわけじゃないよね。え、私ですか。はい、あ、そうですね。もう生活リズムの不一致ですかね。生活リズムの不一致なんや、はい、性の不一致じゃなくて、はい、今週土曜日の3日。あ、もう性なんてもうそんなもう全くなかったですよ。あ、そう、はい、やっぱその辺って離婚原因つながってくるのかな。そうですね。だってもう結婚して子供1人目生まれてから、うん、一緒に寝たこと多分ないですもん。あ、そうなの、はい、別に寝たいと思わなかったの。はい、全然もう。あ、そうなんや。触れたくもなかったです。お互いにかな。はい。今週土曜日が一番寒いらしい。実際東北地方と北海道の寒さは別格。いや、住んだことないから無理、わかんないですね、それはね。ちなみにさっき、昨日のバジリスク、はい、天井添えて、まあ今日うちに来てたらね、はい、もう賑わってたんですけどね、バジリスク。バジね、生田川ダイス多い方ですもんね。そう、バジ2と3と、絆
絆2-3全部ありますね、今、はい、あの一島並んでましたもんね、はい、雪積もってる、明日早く出なあかん、あの雪かき大変よね、やる人、本当に、あの怪我だけね、気をつけてもらって、水道閉めるか悩む、あ水道線、あれか、凍るからってことですかね、水道、7番の女優さん、おすすめだから見てください、あ、SOD ね、名前なんでしたっけ、白井、ああ奥様女優ですね。白石麻里奈ですね。あ、そう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 。何、うん、奥様女優って言うんですか。あの人結婚してて子供いますよ。マジで。もともとグラビアアイドルで、はい、AV 転身して結婚して子供いますよ。はい、でも現役でやってはるんですか。はい、現役です。すごいですね。でもね、どん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 プク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 成長していってますよ。そらしゃあない、そらしゃあない、そらしゃあないですよ。だからどん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 ね、パンパンになっていきますけどね。寒いだけならなんとかなる。雪降られるのが嫌って言ってますね。目薄めたら見えるその水着って言ってますね。いやーねー、まあこの辺はもうメーカーさんとそのね、規制にちょっと頑張ってもらいたいですけどね、数えて41、実年齢は40歳が厄年ですよって。あ、まだまだ8年後の先です。こう見えて32歳です、ね、大阪は寒くないよ。いやーごめんなさい、えまだ言ってますね。店長32歳なんですか。喋んな。いやいや喋っていいよ。喋っていいよ。まあ、白石麻衣奈は旦那が海外出張してるっていう設定なんだ。設定なの？え、じゃあ結婚しないんですか？どっちどっち。僕完全騙されてますやん。戦略にハマってますやん。え、あ、そうなの。へえ。小出くん、お玉で調味料取って中華鍋売ってそう。確かに中華料理の、あのお店いてそうやもんね。なんか美味しいチャーハンとか作りそうやもんね。間違いないわ。雪かきなれるとそうでもない。逆に楽しいよって言ってますね。そう、すごいな。雪かきとかで、ね、大阪おったらほとんどしないですもんね。僕のその元奥さんが、はい、北海道出身なんで、何回か北海道帰った時に雪かきやりましたよ。すごい、はい、この間も子供が北海道帰ったみたいで、うんうん、写真送られてきたら雪の中埋もれてましたね。埋もれてたね。まあ、お子さんね、まだちっちゃいからね。そうなんですよ、スモールなんで。東北いいよ、夏大阪より暑くないし、でも冬は寒い、暑いのが苦手な人には向いてる。じゃあ暑いのも寒いのも苦手な人どうしたらいいんでしょうか、はい、ねえ、すみません、そろそろ当ててもらっていいですか。あと30分です。あ、何もないです。橋本君、ボケがぎこちないでディスられてんで大丈夫な。はい、いや、こいつね、俺は面白いとか俺はイケメンやっていつも豪語してて、はい、で滑らない話1000個あるって言うから、はい、本社のね、Y 部長が来た時に、はい、やってもらった。ええ、面白いことやって、面白いんかお前はって言ってやってみろみたいなこと言われて、重くそ滑ってたっていうね。そうですね、うん、身内で滑らない話やると絶対滑るんでね。もうあるある、ほんまにあるある。でも人生で初めて滑りましたね。はい、あんまり調子の方がいいと思う。はい、すみません。今ちょっといい感じでスロッといったような気がするんですよね。ほどほどの積雪なら雪かきはいい運動になる。あ、すごい、やるときは大変そうやもんね。でも隣の家の人が全然雪かきしない人だと揉めるよって言ってますね。どうしたんですか。橋本主任のこと倒せという指示が来たんで。倒せ、何してほしいですか。デコピンですか、パンツ。嘘でしょ、絶対出てきてないですよ、ね、アームロックですか。出てきてないです、絶対来てないです。1日で60センチ振ったら絶望。中学の頃、修行前に生徒全員で雪かきしたのはいい思い出。すごいな、これ。何時集合やったんでしょうね。あ、ちょっと僕仕事あるんで行ってきます。仕事。はい。マイク置いていきますか。あ、置いていきます。はい。じゃあ、あと30分なんで、はい、お二人とりあえず当ててください。当てます。まあ、当てます。ね、無茶ぶりなんで申し訳ないですけどね。まあ、ゴリさん仕事行ったんで。何もないですね、もう調子乗っちゃって、ね、ゴリさん橋本くんやっちゃって。いやいやいや、やっちゃってよ、ね、もう行っちゃったんで、あれですね、好きな方って言えますよね。はい。おいあーあーあー、いいっすよ、こっち。はい、カメラちょっと変えます。暴れちゃいましたね。ねえ、本当にゴリラが。今の聞こえてる。え、聞こえてない、聞こえてないですよ。いや、聞こえてる。ゴリラ、ゴリラってめっちゃ聞こえた。このゴリラ。いいんじゃん、もうおらんから言っても。まあね、今日のね、ちょっと乙女、319ですね、これね。319、319.7分の1なんでね。はい。
1時間で当てれるんかな。まあ、僕は最後には見せるんで、橋本君がチョークスリーパーをご所望。ちょっとね、パーンってやつ。せめて今は滑るな。タイルドライバーお願いします。言われてますね。とりあえず乙女、これどうなんですかね、今回熱いポイントっていうか、やっぱ先読みとか絡んだ方がいいのかな。卑弥呼じゃないですか。ああ、卑弥呼ね、前作から出てきましたっけこれね。はい、もう前のやつから何年経ってんのやろ。2年ぐらい経ってんのかな。そんなに経ってますね、多分。経ってるよね。私もスロットが挟んでた。そうね、あ、そうそう、スロットが多分2作ぐらい挟んでたかな。そう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 。富士山シャドル、筋肉ドライバーの方がいいですか。戦国乙女ってなんでか知らんけど、おじいさんがよく売ってるイメージ。そうなの、なんでやろ、おじいさん萌え大好きなんかな。私でも戦国乙女は初代から好きですけどね。ね、戦国乙女確かマックスとかミドルとかスペックが結構いっぱいあったんで、なんかすごい選びやすかったような気がする。す、ね、私はミドルかマデジでよく。あ、これ誰やったっけ、あの真ん中の黄色い人。名前忘れた。まあ平和なんでどうなんですかね、やっぱトラとか金系になってくるんですかね。まあ、あとは保留も特殊保留とかあんのかな。保留やたら変わるイメージがあった。あ、そんな変わるんや。萌えカットインじゃないですか。あ、白出ますかってやってますね。あ、ワンちゃんね、プレミアキャラいましたね、そういえば。 あの対戦の時とかね、ワンちゃん出てきてたけど、出るんかな。出てほしいですけどね、個人的には。あ、ソーリン、ソーリンやったっけあれ、あの人。あ、シャワー、今、何やったっけ、吉本やったっけ、黄色の髪の人、確か。いや、全然わかんないですね。私、あれなんですよ、乙女はね、スロットはちょっと売ってないんでね、スロから出てきたキャラクターがちょっとわからないんですよね。3は2013年。え、そんな前。4年前。え、そんな前ですか。あ、そう。いやー、時代って怖い。あ、ヨシテルか。ありがとうございます。多分今川ヨシテルやね、確かね。あ、足利か。足利やったっけ。今日、戦国恋姫のポンポンチャンスで、隣のおばあさんがすごい呆れ顔で見てきた。まあ、戦国恋姫もだいぶ萌え台やもんね。ヨシテル様かな。あ、そう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 。あの、スロットから出てきたキャラクターが私ちょっとわかんないんで、卑弥呼様ぐらいまではね、確かパチンコでも出てきてたはずなんで。まあ僕の一押しは鴎外ですけどね。おお、渋いね。そうですね、強いね。しかも激強でしょ。もうあの我は鴎外って何回聞いたかも。あれ、2かなんかで ST の時に戦うじゃないですか。勝てないっていうね、絶望っていう。そうですね。もう確実に勝てないっていう。めっちゃ強いっす。あれね、確か ST9 回ぐらいあって、9個とも鴎外の時も絶望っていうね。もう絶対入ってないっていうありましたけどね。あれでね、あのワンちゃんが出てきたりとか、 ありましたね、あとあのコタロウやったっけね。コタロウができたらチャンスアップっていうのありましたけどね。3もそんな感じやったら、3もそうやったかな。 4はね、今回新作3もそうでしたね。ですよね。足首をしてるやった旗がバババって出てくるっていう。なんかね、旗のその出てくるやつね、青白い炎とかが熱いとかいろいろあったような気がしますね。戦国恋姫極楽、戦国恋姫楽しすぎて幸せを感じる。あ、テンガラブめっちゃハマってるんや。私まだ打ててないんですけどね。面白いのかな。まあ配信で見てる感じではね、結構賑やかな台で、あの秋日ないんかなって感じはありましたけど。オトフェスで何人か出てきてたよーって言ってますね。あー、オトフェスね。なんかオールスターみたいなありましたね。萌え台というか、南国育ち物語かな、はい、あの辺のなんかキャラとかもいっぱい出てきてましたけど、なぜか銀河乙女だけ入ってないっていう寂しいね、扱いやったけどね。本当ですね。そうそうそう。オトフェスの鴎外はドラマーでかっこいい。あ、ドラマーなんや、鴎外。そうやったっけ。あ、なんかリーチありましたね。あったか。でも鴎外好きって、ほんま初めて聞いたかもしれない。レアすぎるでしょ。はい、前も打つべき、ね、タコさんハマるのがわかる。なんで上杉剣士いなくなったのってことで。あ、この、あれですか、大剣士いないの。え、そうなんですか。剣心はね、あの誰だっけ、上杉剣心と武田とあれですよね、確か。お、本当ですね。嘘、本当に見ないです、マジで。あ、でも新
しいキャラクターが出て入ってるのか。あ、やっぱり王外はいますね。よかったね、よかったね、よかった。めっちゃ好きやん。よかった。あ、千利休と小早川秀明と前田利家が入ったんですね。あ、ほんとや。うわ、そうなんや。何人か解雇された。嘘。マジで。それあ、しかもあれですね、ちょっと今サイトでちょっと熱いのとか見てるんですけど、乙女柄とかあるんですね。あー、なんかかわいい。はい、流れてましたね。え、光秀もさせん。マジで。光秀って人気あったでしょ。なんかコスプレしてる人いっぱいいたよね、光秀の。いましたね。前田利家だと。そう、利家って書いてたよ。ちなみにキャラクターボイスがあすみかなさんや。で、千利休が堀江優衣さん、小早川秀明が内田、これなんて言われる、内田さんね。ちょっと読み方が分かんない。立花道雪もいるんよ。へー、新キャラが追加されたのに、古いキャラは解雇されたってこと。かわいすすぎひん。あと、卑弥呼像もやっぱ熱いんですね。へー、信玄と元近もいなくなった。うっそもう、じゃあ3までの乙女はちょっと忘れた方がいいのかな。ね、千利休過呼吸っていうギャグやってる芸人いたけど名前忘れた。誰。ちょっと動画チェックしてください。ひこちゃん見てないと戦国公愛媛は打つことはなかった。あ、でもね、ハマったんやったらよかったですね。え、これ世代交代、信長が主役なんですか。一応七図柄はずっと信長ですよね。今回違うのかな。そうなんですか。あの赤いね、あの着せる、あのこう、いつもスパスパしてる。でも一番人気は慣れちゃいます。王外ですか。いや、違う王外は下から数えた方が早いかもしれないですね。本当ですか。ピンクの家康か。家康が一番人気。 あ、そう、その子一番人気あるんじゃないですか。なんか初代からずっと家康好きっていう子が多かったような気がしますけどね。3番の子ですね。はい。あ、キャラボイス、釘宮なのがギャラきついんちゃう。あー、釘ね、釘はなんかギャラ高いっていう話ですけど、アリアね、被弾のアリアの確か。あ、そうなんですか。そう、あの主役の方ですよね、確か。ヒコちゃん見て興味持った台は多いってね。ヒコちゃん、新台もやるけど、ちょっと変わった台もやりますんでね。マーヤ、あ、内田マーヤっていうのありがとうございます。千利休過呼吸はジョイマンだったっけ。ジョイマン懐かしいな。ジョイマンこの間、あの人は今みたいな出てたけどね。ああ、戦国愛媛、俺の夢カットイン来た時はちょっとニヤついちゃうってことでね。まあカットインね、元祖は多分戦国乙女の方が先なんかな。萌えカットインとかはね、ちょっとこうエロチックなやつビューンで出てきたら熱かったよね。懐かしいですけど、でもそっか、3まで売ってたけど、そんだけキャラ変わってたらちょっとショックですな、私は。秀吉とかはいるんすね、そのまま。どうなんですかね。あ、村雨はいます、村雨は。あ、ほんまやね。なんか今ちょうど全員集合みたいな画像を見てるんですけど、だいぶ人変わってますね。秀吉は黄色の髪の毛で。いますよ。いますね。ちょっと何ですか、ショタ系というか、はい、ね、ちょっと幼い系の子かな。秋葉の総選挙は1位、ぶっちぎりで総林。あ、総林人気あんねや。総林。総林はこれもね、金色の髪の毛で、何ですかね、これ。全然わからないです。青いフードかぶってる人って言ったらいいかな。え、緑色の。いや、違います。なんかバズーカみたいな持ってる子やったかな。バズーカやったっけ。なんかでっかい武器持ってる子。でも確かに本当にキャラクターだいぶ変わってる。ちょっと切ないですね、これ。そろそろ当ててください。あと20分で当たるから。あ、保留変化1回だけ来てたんでしたっけ。緑保留かなんかね。2回ぐらい来てましたね。あんまりじゃ、あんまりやった。何もなかった。何もなかった。ソーリーはオトフェスでもチームのメインだった。あ、まあなんかセンターっぽい扱いはされてたような気はしますね。そうそう、マックの総選挙やりましたか。あ、マクドの総選挙ね。これなんか YouTube でやってましたね。そういえば女の子がなんかやってましたけど、小出さんとかマクド行きます。マクドこう見えてあんま行かないです。あ、行かないんや、はい。あんまりあれですか、ジャンクフード食べない。食べないっすね。あ、食べないんや、健康志向。自分で作ります。あ、自炊派なの。はい、すごい。やっぱりチャーハンうまそう。やっぱりチャーハンうまそうですよ。はい、あ、シスター系の金髪がソーリン、かっこ俺の夢。そうやね、ソーリンやっぱ人気あるね。出ましたよね。秀吉はおにゃの子だから初代やなくて。あ、そうそう、ロリー、そうそうそう、ごめんごめん。
まあ、一応おさ、お猿さんみたいな、ね、感じ の, 意識あのイメージですけど、秀吉でできた絶望感しかなかったんですけどね、私は。小出くんはよく人を食べてるのかな。またここにも巨人いました。見かけによらないってどうですけどね。自炊何得意なんですか、小出さんは。何でも作るです。あ、そうですか。メニューさえレシピですね。あ、レシピ見れば何でも作れます。え、和食、洋食、はい、イタリアン、フレンチ、いろいろありますけど、あと材料揃うスーパーさえあれば。マジで、はい、本当ですか。ええー、なるな。めっちゃいいじゃないですか。多分一人暮らしでありえないぐらい調味料あります。嘘。ほんまに男の人って言われるよね。この台当たり重いんですか。いやー、まあ319なんでどうなんですかね。3191時間で当たらないってあるっちゃあるけどね。はい、当てたいですね。私この間ライトミドル2時間ぐらい当たらなかったですけどね。オトフェスのチームアニマルーンのセンターで、あー、そっかそっか、なんか黄色のね、こうセンターいたけど、あれソーリンやったんよね。小出くん、自炊は5人前ぐらい作るんですか。いや、5人前は作らないです。さすがに1.7 ぐらい。あー、2人前はいかへんね。約2人前ぐらい。すごいね、背後霊が見える。あー、俺ゴリさんがうろうろしてるからね。小出くんはチャーハンに改名しよう。焼き飯に改名と言います。もう勝手なイメージですけど、ね、今一応旗演出来てましたけど、これチェンジなだけなんかな。ステージ今日戦国乙女ほぼ1400回ってましたってことでね。まあ319でもそれぐらいハマるときはことは全然あるんでね。いやー、苦しいですね。はい、自炊してるのは素晴らしい。そうよね、自炊してるのはすごいよね。やっぱでもなんか料理してると集中できるから、あれっすよね、こう忘れれますよね、いろんなこと。そうっすね。ねえ、なんかぼーっとできるから集中できていいかなと思いますけど。橋本くんは奥さんの得意料理何なんすか。乳麺です、乳麺。乳麺。それで喧嘩したのね、前。それは前、乳麺で喧嘩しまして。喧嘩したね。はい。何があったんですか。いや、味噌汁の中にそのまんまカチコチのそうめんをぶち込まれまして。カチコチのそうめん、ドロドロですよ。もうドロドロですよ。ねえ、もうバトル勃発 しましたからね。そうっす。もう言うとあかんねやんか。また喧嘩があるから。そうっす、すぐ切れるんで。もうお互いにね。ゴリツイートなの。あ、ゴリさんツイートしてんの。ありがとうございます。カツって書いて開くって、これなんて読むんって書いてるけど、これなんて読むんすか。わかる人いたらコメント教えてください。自炊してるけどメニュー考えるのってめんどくさくなりませんか。小出さん、ね、あ、やっぱメニューめんどくさくなる。メニューはもう考えずにスーパー行って、うん、あれですね、食べたいもん見て、あ、これにしようって感じ。まあ、スーパー行ってからもうほんま主婦っすね。主婦っすね。はい、中華料理人みたく、こう入れにしよう。こう入れ、なんかもう、プロゴルファー、女子プロの、ね、プロゴルファーみたいな名前になってるけど大丈夫。イボの糸事件。橋本は嫁と自分とどっちが強いんですか。それはもう、それはもう向こうです。あ、嫁さんの方が強い。そうですね。あ、まあでも、尻に敷かれてるぐらいがちょうどいいかもしれないですけどね。あ、主婦目指して頑張って。あ、専業主婦の主婦はあっちなね、夫の方ですね。ああ、それはちょっとあれですね。橋本君は無理。僕は UFO しか作れないですね。あ、 UFO しか作れない。小出さんどうなんですかね。奥さんバリバリ働いてたら自分はこう主婦専念とか。あ、別に。あ、それでも OK。 言われたら嘘でしょ。あ、全然いいやん。はい、一応小出さん大チャンス来てんのかな、これ。ぽいですね。でもあれか、疑似恋があんまり絡んでなかったかな。橋本はいつ離婚するんですか。後ろ。こうご期待ですね。こうご期待な。こうご期待でございます。いや、でも子供ちっちゃいし、離婚できないでしょう。さあ、3人もいたらあれですね。そうよ。もう慰謝料とか大変ですよ、ほんと。いやね、え、切れたら殴り合いならないの。ヤンキーだから殴りそうと言ってますけど。殴られてますよ。殴られてんの。そこはもう甘んじて受け止めてんの。安心してください。殴られてますよ。小出くん、いいパパなれる。橋本とは違う。いいパパですよ。
いいパパ。ちゃんといいパパです。ちゃんといいパパ。ちゃんといいパパします。じゃあ小出さんの方ルーレットみたいなの来てますね。来ました。熱いんかな。一応なんかときめきモードみたいなの入ってたのかな。これってどうなんですか。小当たり。小当たりでしたね。ああ小当たりか。残念。次回橋本離婚交互期待。次回予告出てますねこれね。次回予告出てます。出てた。うわ何パーぐらいですかねこれね。30パーぐらいあんのかな。うわもうニコ生出れないっすわ。くそ。今日は奥さん見てるんですか。いや見られてないっす。見られてない大丈夫、はい、大丈夫です。見られてないっていう言い方よ。いや自分でいいパパとかいうやつは必ずいいパパではない。いやです。人からいいパパは有料パパ、自分で言うやつはダメなパパ決定。そうフェイスブック上では、はい、いいパパですよ。フェイスブック上ではね。フェイスブック上あれか、子供バーって抱き上げてるところとか。そうそうそう。フェイスブック上ではちょっとそれは8月末に離婚して12月に再婚した人がキコちゃんキコーナーにいましたよね。いたね、いたね。そうそうそう、競技離婚してね12月に再婚した人いたね。まあそれも出会いだからね。橋本といい弁蔵といい何で元ヤンの嫁が多いね。出てますね。いやえ、元ヤンですね。奥さんもヤンキーな、やったヤンキーやったろ。ヤンキーではないと思うんですけど、はい、ちょっと多分あのクラスで言うと、はい、ちょっとあの髪の毛とか染まってるような。ちょっと派手めな感じの女子。ね、たまに学校来ないぞみたいな。おどうしたどうしたみたいな。誰かプリント持ってったってみたいな。衝撃やつやその地獄。おもろいやん。ね、嫁に YouTube 見られたって言ってますけど。いや見られてないです。あもうそれも一切。はい、でもどうなんですかね。なんか気候な生田川とか調べたらたまにバンって出てきそうやからちょっと気をつけてください、ね。怖い怖い。あ勝ち時レバーやった。あ勝ち時レバーっていう名前なんですね。ありがとうございます。元ヤンって綺麗な人多いイメージがあるけどどうですかって言われてますが橋本君。いやあの僕の奥さんあの可愛い系ですね。あ可愛い系なの。はい全然綺麗ではないです、ね、誰に似てるって言ってたっけ前。剛力彩音。あーリア充ですね完全にね。剛力彩音がちょっと怖い感じ。剛力彩音の方がブサイクですね。いやそれオスカーに怒られるでお前。すいません。あのオスカー的に言わせたらあかんねん。ねえ開くじゃなくて、あの勝ち時ね、はいはい、字が違うかったね。奥さんバイクの後ろで旗持ってただけやんね。あバイクはいやバイク乗ってないですね。あバイクは戻ってない、はい、あ家にメリケンサックがありましたけどね。それ自分のじゃなくて奥さんのやつ。やばびっくりしました。もう喧嘩してそれ持ち出してうおーとかでやめてよ本当。ねえバイバイハイゴレが手振ってたよ女後ろで。まあ、ゴリ暇そうだからマイクとイヤホンを渡して喋らせて。ゴリさん今ね多分携帯でなんかツイートしてるんちゃうかな。メリケンサック見たことないって言われてますけどね。いやー正直小出さんメリケンサック本物見たことあります。えなんかテレビとかアニメではあるじゃないですか。本当ですか。高校か中学で遊び半分で持ってた子はありましたけどね。あまあガチで使ってる子はいないですよね、はい、橋本君はね。僕使ったことはないですよ。ああ持ってたでも。持ってない持ってないです。僕は持ってないです。あれ1個何本ぐらいするんですか。いや知らないですよ。知らない。奥さんに聞いといてよ奥さんに。はい、あれ1個何本するのって。ちょっと気になるけどね。そこそこするんじゃないでしょうかね多分。すんのかな。でも中学生高校生のお小遣いであれ買うって言ったら結構じゃないですか。メリケン作。橋本が持ってるのはスタンガンでしたよね。スタンガン。スタンガンのが危ないですね。スタンガンで、もうちょっと犯罪の域いっちゃいますけどね。僕あの、BB 弾持ってましたけどね。BB 弾持ってた。BB 弾。まあ、ある意味武器やからね、BB 弾ね。そうそうですね。ああ、ゴリさん帰ってきた。ゴリさん、あの人の家メリケンサックあるらしいですよ。ああ、あるでしょうね。あるでしょうね。ないですよ。もう今はないです。ヤンキーなんでね、もともと。やっぱね。奥さんもちょっと目立ったヤンキーっぽいですけどね。そうあ奥さんね、はい、かわいいですけど、ヤンキーですね。奥さんかわいいけど、ヤンキー。なんかさっき、剛力彩芽の方がブサイクっていう発言しちゃったんですけど、
オスカーに謝っとかなくていいですか。オスカーお前何やられんねん。あそこのプラクションやられます。でかいで、うん、やられます。やられるやられる。芸能界でもだいぶ大きいよ。ゴム製のメリケンサック昔ガチャガチャで売ってたね。あれメリケンサックって何、金属。あ、金属でした。金属、はい、やば。それは顔歪むよね、殴られたら。メリケンサックでどこで買うの、通販。いや、どこなんですかね。でも僕大阪出身ですけど、雨村とか普通に売ってますよ。あ、売ってんすか。売ってます、雨村で。雨村売ってます、売ってます。今はどうかちょっと分かんないです。売ってると思いますけどね。なんかああいう、なんていうんですか、特攻服とか木刀とか売ってる店、昔あったような気がしますけど。いや、今でもあるでしょ。あるんや。あるんやと思う。そういうとこにはあるんですかね。家にメリケンサック転がってた。はい、橋本くん、あの仲間いるよ。転がってます。その辺に転がってる。え、でも僕もメリケンサック持ってましたよ。なんで？いや、はい。なんで？なんで？僕ね、鍵にメリケンサックの指のところに鍵フックをつけて、はい、鍵をぶら下げれました。はい、ああ。え、おしゃれ感覚で持ってたの？その時は。ちょっと痛い子ですね、これ。やっぱり。いやいや、おしゃれ感覚じゃなくて、鍵がいっぱいあるんで、こうやったら分かりやすいじゃないですか、どれがどれがって。橋本君、その発想どうなんですか？手じゃないっすわ。ないって。覚えときよ、お前。え、折ったって、痛い痛いって言われてますよ。え、いるでしょ、そういうやつ。え、マジでそういう使い方あんの？それ、いけてるんですか？メリケンサックでそれをえダッサってやってますね。ごめんなさい、普通はそう思いますよね。いや正直言っていいですか。はい、はい、ダサかったです。ですよね。その時は多分良かったんでしょうね、きっとね。いや、つけて、はい、いや、あ、いい発想ちゃうと思ってつけたんですよ。まあ、ゴリさんね、もともと美術系のこうなんかこうセンスがあるからこうね、もうぶっ飛んで。いや、でやってみたのはいいものの、うん、ダサと思ってすぐやめました。やめたんや。いやでもすごい便利でしたよ。すぐすごい便利でした。あれ何個あるんですかな。5個？4つっすよ。あ、4つ、はい、はい、4つはつけられるけど、はい、メリケンサック今は犯罪になるよ、持ってるだけで。あ、そうなんですね。え、そうなんですか。あ、そうでしょうね。まあ武器よね。あ、銃刀法違反ってやつですかね。銃刀法なんかな、どうなんでしょうね。橋本さん、ゴリゴリの筋肉さんはご健在ですか。はい、脱いだらすごいですよ。今も今も。前はね、写真見していただいたときすごかったもんね。あれね、あれは修正入ってますよ。修正入ってます。入ってないです。入ってないです。ゴリ様はメリケンサック指入らなそうと言われてますけど。あ、僕ね、指めっちゃ太いんですよ。僕ね、あれなんですよ、まあ、結婚するとき指輪作るじゃないですか。男性のサイズって大体20何号とかじゃないですか。いや、小指で、はい、27ぐらいやったんですよ。大きい。24か27か。めっちゃ大きい。お前は手めっちゃ太いですね、はい、関節。関節がね、めっちゃ太いんですよ。これね、太ってるから肉太りじゃなくて、もうこれが骨なんですよ。中指太っとやったけど、めっちゃ太いんですよ。だから、ゲージで測れないんですよ、薬指とか。もう特注っすね。そうそうそう、特注やったんですよ。え、じゃあ結婚意味はどうしてたんですか。あ、買いましたけど、作ってもらいました。だから特注で。そうなんや。いや、めっちゃ高かったっすよ。高いでしょうね。はい、さすが元お好み焼き屋で働いてただけあるね。はい、天狗身内。指も長いんですか。指短い。指長いんですか。太くて短くて、言ったら豚足みたいな感じ。あ、まあ、言い過ぎやぞ、まあ、お前。ありがとうございます。違法10分切った。メリケンサックに鍵つけるとかあったっすよ。ボリーズミ DIY してもらう。あの人上手やもんね。僕 DIY しますよ、めちゃくちゃ。うまいです。まあ、日曜大学とか上手そうですよね。はい、めちゃうまい自信あります、僕。メリケンサックの穴はパスタ一人分と同じ。あ、そうなんや。え、グラムでね、こう包んでありますけど。そうなんですか。初めて知った。ありがとうございます、教えてもらった。バタフライナイフと同時期に流行った。バタフライナイフですね。なんかね、中学生の時に持ってる子おったね、そういえばね、カッコつけて持ってたね。長瀬智也不在、いるいる。ゴリは最近橋本に詰められたことないんですか。いや、結構ね、はい、なんやかんやで、あいつ生意気なんでね、結構ね、言ってきますよ、なんか、ふてこい態度。あ、この間ね、はい、クリスマスの時に、まあ、僕は悪いんですけど、はい、サンタの帽子をみんなにかぶれって言ったんですよ。はいはいはい。ほんで、橋本副主任が、帽子、これちっちゃくて僕の頭でも入んないですって言って持ってきたから、僕は無理やりはめたろうとしたんですよ。はいはい。じゃあ手をパーン叩かれて、ダッシュなって言われました。いや、店長、ちょっと待って。水曜。店長。ダッシュあんま。ちょっと、うっとうしいは言ってないんですよ。なんて言ったんじゃ。みたいな。え？みたいな感じ。
いや、ちゃう、ダッシュはーって、いや、ダボがーって言われた、ダボって言われた、うわ店長しまいに雑魚とか言われそうですね、盛りすぎだって、ほんま店長雑魚とか言われそう、店長、ダッシュはダボがーって、アピールやね、僕ピアノやってたから指細い、あー、ピアノやってたし、やっぱ指細いのかな、ねえ、偽物の手、メリケンサクの代わりにウド時計を代用する、あー、トネゴを前に出して、ね、へー、よくやりますね、ヤンキー漫画でやってますね、指輪、あ、結婚指輪3号だった、めっちゃ細いっすね、3号、3号ってあのピンキーリングぐらいですよ、え、僕も3号っすよ、うそ、はい、そう、多分な、それは小指にすら入らへんで、ほら、え、ほんまに3号、ほら3号っす、で3号でブカブカです、橋本さんもだって指ね、ブカブカ細いよね、入らない、ほら、ほら入らないっす詰まってもた、詰まってもた、店長詰まってもた、本当ですか、え、じゃあ、中指、中指、仕事悪い、店長第一関節曲がる、甘いな1時間厳しい、すごいね、細すぎ、はい、ゴリウザーで、だからあれですよ、僕この手で結構器用って言われるぐらい細かい作業しますよ、ゴリさんね、どっちか言ったら、はい、あの乙女の心持ってますね、そうそう、僕あれです、乙女なんでね、そうね、乙女よね、はい、あれです、柔軟剤も今3個ぐらい使い分けてますちなみにおすすめの柔軟剤3つお願いしていいですか、いや名前覚えてないんですけど、でも一番推しは、はい、一番推しだけ覚えてるんですけど、はい、ラボンっていうやつですね、あ、高い、お高いやつじゃないですか、あ、よく知ってますね、はい、あれめっちゃ好きで、あれ4年ぐらい愛用してます何色っすか、青色です、あ、青色がは、ラグジュアリーな香りですねごめんなさい、ゴリさんの顔でラグジュアリーってあんまり合わないですよね、あんまり下品なんでね、僕ね、あと3分で、ね、え、そんな時間っすなんすか、ほんまやん、そうっすよ、橋本の奥さんゴリに結婚指輪取られたよ、第一関節までのピンキーリング 3,4 年前入らんかったっけ、そんなありましたっけ、あ、どうなんやろう、でも第一関節までやったら取れますよね、あ、ちゃいますわ、思い出した、何、僕結婚指輪、はい、一応特徴じゃなくて一番でかいやつで作ってもらったんですけど、ゲージの、でも入んなかった、はい、小指すら入んなくて、はい、飾ってた、結婚した時はあのネックレスにしてつけてたんですよ、はいはいはい、まあ、仕事もしててつけれなかったんで、はいはいはい、でそれがするのがちょっと面倒くさくなって、はい、結婚式の時のリング入れるありますありますありますやつに置いてたら、はい、上の子供が遊んで亡くなってましたね40万弱ぐらいしたんですけどね、グッバイグッバイ指輪アディオスゴリさんの足の匂いと柔軟剤のコラボは勘弁、ゴリさんはいい匂いとか、僕の足の匂いはねやばいっすよ、ね、はい、一応気使ってるって言ってたけどやばいっすね、臭いっすね、ほんまだね、うん、ベビーフットしてしばらくしたらすぐ臭くなりますからね40万が子供のおもちゃになってしまったので、いやー、ね、まあ指輪ね、子供こう光ってんのとか好きっすもんね、光もね、兵庫エリア配信は1時間で収まらないのはみんな知ってたよ、あーそうなんですか、大阪とかどうなんですか、大阪はもう、直帰し1時間っていうのはやっぱ難しいですね、なかなか、ね、代用通やったらさらに難しいかもしれないですね、そうですね、ゴリ店長と野原博士はどっちが勝つ、かっこ臭い、臭い、あ、足の臭い、いや、それはね、僕、勝つ自信ありますよ、勝つ自信ある、はい、はっきり言って1時間無理やんね、ってことでね、昔乙女の、はいはい、あ、ごめんなさい、あ、いいですよ、どうぞどうぞ、ただ、僕、シャツの匂いはめちゃいい匂いしますよ、うん、ラボン上ラボンで下握手ですねやめてやめて、しかもね、靴下が言ったらもう汗草の匂いと、はい、柔軟剤の香りが混ざってちょっと何とも言えない悶絶香り、ね、いや、やめてもらっていいですか、ラボンに謝ってくださいすいませんでした、もう使わないです、ね、しかも信頼のあたり見せれへんもんね、まあ代用ね、ちゃんとやるときはちょっと厳しいです ね、 そうですね、だから1時間半か2時間はやっぱ欲しい、いや、まあ当てれなかったというところで、あれですね、僕店長、橋本主任が罰ゲームで一人、ま、人コント、当たります当たります当たりますよ、一人コントですね、当たります、一人コント、はい、まあ、滑らない話1000個持ってる橋本先生ですからね、そうですね、滑らない話1個してもらって視聴者の方に面白いか面白くないか判断していただいて、はい、面白くないって出たらケツバットですね、ごめん、一人コントみたいお願いします、はい、滑らない話ちょっと選ばせていただいてもよろしいですか、いいよ、はい、じゃあ1時になったら、あ、そうです、1000個もあるんで、待って待って待って、とりあえず面白い話をして、はい、視聴者の方に
面白かったか面白くなかったかってアンケートを取って、はい、面白くなかったってなったらケツバットな。ラップなしキスでもいいよ。結構あの僕の滑らな話あ、なしな、とりあえずケツバットな。それいいか悪いか言ってケツバットお願いします。 OK っす、はい、行こう。ちょっとだけ待っていただいていいですか。あの結構その下ネタ系が多いので。あ、いいっすよ全然。全然 OK。 僕のあの滑らな話はちょっと待ってくださいね。下ネタ多くていいからお願いねってやってますね。じゃあそれでやめましょう。どうしましょう、どうしましょう。ちょっと待ってくださいね。でもケツバットしたら拳が飛んできてしまう。ではパンしたとパンって。じゃあすごい短い話、短い話で、はいはい。鏡越し、まあ、倍僕はこう、いや、いつやろ、18ぐらいですかね、はい、でバイトしてたんですけども、そのバイト先が工場でして、その工場に、まあ、の中国人の方が、まあ、よく仕事してバイトで一緒に入ってたんですけど、その中国人の人が僕のことを結構好き、好きって言ってくださってて、僕のこといつもともくんって、ともくんともくんみたいな感じでちょっと言っていただいたんですけど、とある日に夏だったんですけど、その中国人の方がバシコーンってこうバシコーンって叩いたんですよ。でも僕はこの中に絶対蚊が入ってるなってもう思ったんですよ。でも中国人の女の方がそこからすごい長話が始まりまして、中国は空飛んでるものは飛行機以外全部食べるあるよみたいなことから入りまして、でもうこれも蚊が入ってて、そのまあ食べるんだよみたいな話で終わるんかなと思ったんですけど、トモ君、この私の手の中に何が入ってるか分かる、あるかみたいな、ちょっとクイズ形式みたいな感じで投げかけてこられたんで、僕も蚊が入ってるけど、これ蚊が入ってるって言ったらあかん感じのやつなんかなと思いまして、いやちょっと分かんないですね、ちょっと分かんないっす、ハエみたいな感じですかって言ったら、もうハエがもうぐっちゃぐちゃに潰れてたっていう話ですね。面白いっすね。あー今日寒いなー、今日面白いっすね。今日冷えるわー。はい、ドンケツバットですか。ハエがぐちゃぐちゃ、すいません、あれ雪降ってきたって言ってますけど、滑らない話選ぶのもちょっとあれですね。寒い、大変でした、大変でしたね。何この話。じゃあアンケートを取りましょうか。申し訳ございません。下ネタどこ、滑ってもいないけど。下ネタはちょっともう友博、今日は言えないので。友子一回シゲルにケツ叩いてもらってください。寒い、すいません、ただでさえ真冬日なんですけど。橋本面白いあるか。調子悪いですね、ちょっと。よし、ケツバットしましょう。風邪ひいたから、ここでね、はい、八王子口にはい、ここで、はい、普通の話やんけ。はい、お尻出して、まだ、マイク外して、全部外して、マイク、はい、それで外して。アンケート出ました。じゃあ、ドン。ケツバット 84% がはいって言ってます。84% なんですよ、でも。やっぱり、はい、84% の人がはい言ってます。やっぱまだ、やっぱ才能ありますね。だ、はい、才能あります。巻いていく。はい、いきますか。本当に行く、本当に行くんですか。小出さん、小出さん、3、2、1言ってあげて。これ取って、これ取って。はい、行きます。本気じゃないですか。あ、いや、壊したら危ないからな。店長。1。ちょっと待ってな。これ中入ってるやん。これメリケンサック。パン叩かれた、パン叩かれた。拳気をつけて。はい、行きまーす。店長。3。店長。2。1。店長。今の痛くないわ。いや、痛いっすね。今の痛くない。今の。あ、レスラー、ちょっとレスラーでやってみよう。ちょっと。リアクション薄い方がいいかなと思います。レスラー。地味言うてますわ。もう。4番来たやん。4番バッター来たやん。おかしいっす。お
かしいでしょ。しかもなんか女子トイレの前で叩かれるって面白いね。なんか異様な異様な光景。本当に本当に行くんですか。本当に行くんですか。あ、思い切りお願いします。リテイク、はい、痛いふりしたら3倍。ちょっとじゃあ店長、はい、本当に行くんですかこれ。本当に店長が見てるからね。店長もちょっと引いてるじゃないですか。店長カットをちゃんとお尻当てや、ちゃんと、はい、いいで、はい、でもすね。じゃあ行きましょう。え、あ、え、あ、すいません、ちょっとあの、え、すいません、え、すいません、ちょっと全然痛くなかったんですけど。わかったもん。店長やり、仕切り直した。優しさが出ましたね。優しさが。だって今日からやから。優しさが出ました。あ、そうか、後が怖かったやん、きっと叩かれるから。はい、はい、店長痛い。本気じゃないですか。本気のやつじゃないですか。本気のやつじゃないですか。それやった。やった。かゆいです。かゆい。でも A の君の時より力抜いたね。ああ、そうですね。あれはな、ちょっとあれは本当に強かったですね。あれはな、ちょっとやりすぎた、正直僕も思って。小出君優しすぎるわ。って言ってますね。オッケーということで。そうですね。次はあの次回はあの滑るな話あの練ってきますので。あ、分かった。じゃあ滑らない話で、はい、次会った時、うん、橋本副主任が、うん、笑いを取ったら、うん、僕はケツバット受けますわ。あ、いいっすね、それ。うん、それでやろ。いいんですか。いいよ。千個の中から上位してよ。上位2つぐらい置いといてよ。ベスト10ぐらいすごいっすよ。うん、いいよ。うん、分かった。じゃあ今のも956位ぐらいで。なんでそんなん言った。だって何も滑ってなかったやん。滑ってもなかったです。滑ってもなかったです。じゃあ、あれ、じゃあ滑らない話ですね。次回放送の時、それいきましょうね。はい。じゃあ分かりました。じゃああと告知して終わろうか。じゃあ告知誰が。ああ、じゃあみんなでやりましょうか。956位のまだ下あるんや。逆にそっち聞きたい、ほんまに。まだあるんです。まあ自分でハードル上げた。わざと滑るぞ。カミングスーンでお願いします。これ小出君思い切りやったら後で橋本にメリケンサックでしばかれんもん。間違いない。しばかないです。はい。じゃあ1月ね、11日から、リニューアルオープンということでね、はい、新大例会も行いまして、あと 0.2 パチも増設ということでいいですかね。新設ですね。はい、0.5 円をやめて 0.2 に変えましたね。あ、はい、そうですね。大丈夫です、ね。はい、まあ、このポップはね、ゴリさんが作ったんで。そうです。じゃあおしゃれじゃないですかこれ。生田川のね、あのオリジナルですんで、はい、はい、綺麗な。ほんまなんかあれよね、男の人って感じのポップじゃないっすよね。はい、おしゃれでしょ、おしゃれでしょこれ。はい、二つ気候の誇りということで ね。はい、まあ、毎月11日はちょっと気候の誇りにかけて営業しておりますので、はい、まあ、2月11日もぜひぜひ来てほしいなと、はい、思いますので、まあ、今日来ていただいたお客様も、まあ、ちょっと今日なの誇りというか、うん、頑張りを見ていただけたんじゃないかなと思ってますので、はい、はい、ぜひぜひ。そうですね。ね、まあ、今週、明日ですね、0.2MPH5 導入っていうところから、はい、痛かった。ちょっと痛そうやな。ちょっと痛いですね。ちょっと痛い。ちょっと痛い。そうね、まあ、定勝ちっていうジャンマイ雑誌さんの取材が来るみたいなので、はい、はい、まあ、ちょっとその辺と2円スロット0.2パチンコと、はい、12日はちょっと遊びに来ていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。いいですかね。はい、あとちょっと取材が、ね、入る。そうなんですよ。あとあれですね、まあ、今日もコンパニオンさん来てたんですけど、9日もね、私の推しガール、カオンサリーさん来てたんですけど、はい、22日も来るらしいので。あ、そうなんですね、はい、じゃあその辺も期待して、はい、ちょっと期待して遊びに来てほしいなと、はい、思ってます。はい、はい、あと僕のツイッターフォローお願いします。ゴリッターね。ゴリッター、はい、ゴリッター検索してくださいね。ゴリ店長で出てくるんじゃないですか。ゴリ店長ですね。はい、ゴリ店長、はい、検索していただけたらと思いますんで、はい、ぜひ、はい、あとは、まあ、神戸の、兵庫区かな、はい、まあ、柳原っていうところの、ね、どこら辺で僕を見かけてもちょっと無視はしておいてくださいね。あ、なるほどね。無視したらいい。分かりました。はい、まあ、顔をすぐバレるんでね。そうですね、はい、ただその時はもうちょっと気持ちは高ぶってるかもしれないんで、ラウンド1のちょっと裏ら辺歩いてたらちょっと、はい、あんまりちょっと気持ち高ぶってて、もし声かけられたらどうしようってなっちゃうんで、はい、そう、もしね、行く前やったらまだ気持ち高ぶってるんですけど、はい、
お、あの遊びに行った後やったら開放感でね、すっきりしてたら最低ほんまじゃあもう小出くんと2人でいると思うんで、あの声だけはかけないけど、ちょうど遠くから見る感じで、はい、あの後でぶっ込みをお願いします。皆さん、まあ、あのレポートはちょっと小出副主任に作っていただいて、いやんわ明日は休みの神戸中央に行きますって言われてますけど、明日神戸中央行っても閉まってるんですけど、はい、そのまま乱入してちょっと刺激森を倒してください、はい、そうですね、はい、あのお店の中にいると思いますんで多分いると思いますんで、はいはいはい、あの表出てこいって呼び出してください、はいはい、まあ、あの神戸もね寝台入れ替え行ったのでね、はい、あれは金曜日からかな、お店、そうですね、金曜日開寝台入れ替え初日になってますので、神戸中央寝台何入るのかな、じゃあ分かんないんで、じゃあほっときます何入るって言ってたかな、うん、まあでも、まあ、あの金曜日は寝台入れ替え初日なんで、はいはい、まあまあよかったら多分コメントいるんで自分で入れてくれると思いますかお姉さん、はい、あの寝台何が入るか、あのずらっと入れといてください、はい、よろしくお願いしま す、ね、はい、今回は、まあ、あんまり多くないんですよね、時期的に台も販売されてないんで、ちょっとめっちゃ惜しい出すんやなお前や、先からうろうろしてる痛いふりします、痛いふり、あ、うん、まあ次回はね滑らない話して、滑ったらケツバット決まってるんで、いやもう、はい、よろしくお願いしますね、大丈夫です、はい、次は僕受ける可能性ありますからね、そうですね、はい、ガチすぎるわ、僕が受けるよりも橋本主人が受けた方が面白いと思うんで、はい、いや絵的にはやっぱ、じゃあ小出さんは夜のレポートが面白かったらということでいいですか、任せてください、はい、じゃあお待ちしております、はい、はい、じゃあ今日はこんな感じでね、キコーナー生田川インター店からお送りさせていただきました、で明日明後日はお休み挟みまして、土曜日が、キセラ川西からの放送になりますので、あそこにもゲスト人がいっぱいいますからね、そうですね、宮帝王の宮がいますので、ぜひあの土曜日また関西放送見に来ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、じゃあ今日はねこんな感じで終わりたいと思います、それではさよなら、ありがとうございました、さよなら。全部集めてお客様に自信を持っていいお店だと言えるように書きました。同じ思いで頑張っていくことによって今後の目標も達成できるであろうという、はい、願いが込められております。皆様にとって身近な存在になっていただくためにこの言葉を選ばせていただきました。全ての人々に愛される、頑張りが実を結んだ、お客様が満足できるようになっていただく、ありがとう。でもまだまだこれから200店舗300店舗とノーツコーナーノーライン広がる楽しさのはこのお店で遊びたい。いつまでも輝きを忘れず頑張れ。